こそこそこそ来んなわ。
ってる。あそこだから、あの、立ち入ってきたから。やっぱりこの前のあれで揉めたから。そうそう。後ろから、後ろから。わかりました。あそこで食べたかったので。結構カメラ入ってくる。じゃあ、こうなってくる。なんかあの人、あの今言うときだったので、もう撮影させんとってくれって言うてきたでかしら。もう帰ったら。もうやめときよ。バーで来たらあかんから。離れてるのちょっと。な、な、はい。近づいたらあかんねん。近づいたらな。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと離れてる。もうちょっと危ないから。な。Thank you.
聴衆の皆さん、こんにちは、我々はですね、中国共産党反日委員会という団体のものでございます。本日ですね、名前の通りなんですけれども、中国という根底からの反日国家、嘘ばっかりつくこの、ね、中国、シナという国なんですけれどもね、この国が行っているプロパガンダ、目に見えないところでこの日本に対し何をしているのかということを、この白昼堂々と、このですね、中国という反日プロパガンダの塊、反日組織、あらゆる反日組織の結持ちですね、シナという国は、この連中が一体目に見えないところで何をしているのかと、今日もですね、中国共産党、ここの連中が、自分どこの国の記者25万人を集めて、尖閣諸島は譲歩してはならぬというわけのわからない集会を開いたそうです。このようなプロパガンダを垂れ流されてですね、黙っていればどうなるか、もう沖縄を見ていただければ、ね、わかると思うんですけれども、本郷領土や尖閣諸島、そして竹島、あらゆる島泥棒が結託して、現在防衛ラインは日本国自身にあります。その危機感を持っていただくべく、今からですね、外伝活動を行いますので、足を止めて聞いていただければと思います。それではよろしくお願いします。お騒がせしまして、申し訳ございません。本日は、中国という国、本当はシナと、呼ぶべきなんですが、ちょっと今回は分かりやすく中国と呼ばせていただきます。今日はこの中華人民共和国、中国問題について述べさせていただきます。我々日本人は外国との付き合いでも共存共栄、どちらかが上でどちらかが下というわけではなく、困った時にはお互いに助け合って、どちらかが一方的に利益を踏んどるようなことはせず、お互いそこそこ利益を取って共に繁栄しましょうという、誠実さ、精神というのがもともとあります。しかし、この中国という国は、特に漢民族には、歴史的に古くから、自分たちが世界の中心であり、他の国や文化圏などは、自分より格下で野蛮人だという中華思想というのが基本的にあります。これが実は現在の中国人にも残っていて、今日の世界で最も侵略行為を繰り返していると言っても良いのは、実はこの中国という国なんです。世界で悪党という言えば、悪党といえば何となくイメージするのは、北朝鮮と金日成、金正日など金一族や、イラクのフセインなどをパッと思いつくかもしれませんが、実は世界からどんなに批判を受けても一切耳を貸さず、長年にわたりひどい暴力による侵略行為、恐怖政治を続けている世界中で最も残虐で悪党と言える国はこの中国なんです。皆さんはダライラマ法王で有名なチベット、それにウイグル人の東トルキスタンといった言葉を聞いたことがあるでしょうか。チベット、ウイグルの人たちはそれぞれ歴史と伝統のある独自の文化を持つ民族です。しかし中国共産党は、これら中国とは異なる文化、民族を独立国として尊重するどころか、他の多くの中国国民と同じように、中国共産党を永遠に支えるための一部品にしようと侵略し、徹底的に弾圧を加えています。実際にチベットやウイグルなどで行われている暴力がどれほどむごたらしいものかは、
日常的に中国人に暴行を受けたり、強制収容所に投獄されて、ひどい拷問を受けていたりします。日本ではなぜかそれほど重要問題視されず、メディアでもほとんど取り上げられないため、一般の日本人はなかなか知ることができません。ネットで検索すればすぐに出てきますので、皆さんぜひパソコンやスマートフォンでこの中国による侵略、チベット問題、東トルキスタン問題、ウイグル人などで検索してみてください。すぐに確認ができます。こんなひどい状況に対して世界も国連もそして我が日本も批判することもなく平然としています。ただ単に興味関心がないからなのか、それとも中国に工場があるから経済界の圧力で日本の政治家もだんまりなんでしょうか。中国から金やら女やらをあてがわれて飼いならされている政治家ばかりなんでしょうか。日本政府、日本の政治家たちは何をしているんでしょうか。日本がかつて中国を侵略した、虐殺したと大嘘をかきたてた中国にとてつもなく関心のある朝日新聞は何をしているんでしょうか。日頃は平和だ人権だというくせに、現在進行形の中国の侵略行為は徹底取材しないんでしょうか。朝日新聞はどれだけ中国共産党べったりなんでしょうか。この朝日新聞という新聞は、中国はさらに台湾を狙ってさらに我が日本の沖縄侵略を目論んでいます。沖縄で米軍基地反対、日の丸反対、救助を守れなどと活動をやっている怪しい平和団体の連中が多数いますが、その本当の先には沖縄にとって何があるのか考えなければなりません。平和と人権が大好きなはずの彼らは中国による残虐非道、人権蹂躙には決して声を上げません。この連中の正体は一体何なんでしょうか。中国4000年の歴史などと言われたりしますが、現在の中国、つまり中国共産党の国家には歴史ある、伝統ある歴史などありません。先の大戦後に誕生して、実際にはたった60数年の歴史です。今の中国はかつての明や清など中華帝国とは全く関係はありません。現在の中国にあるのは恐怖政治の代名詞、自国民虐殺の代名詞である共産主義だけです。共産党の永久的な存続と共産党の利益拡大、それだけが現在の中国の目的です。皆さんどうか中国についての考えを改めてください。平和、人権、文化、民族自決、我々人類が望んでいるもの全てを脅かす恐ろしい国、それが現在の中国共産党による中国なんです。よろしくお願いいたします。私からは以上です。ありがとうございました。騒がせているお皆さん、ちょっと聞いてください。私はシナ、中国、国からシナって呼びます。日本だけですよ、シナって呼んだらダメって向こうから言ってきているのは。そしてですね、オリンピック、前も言いましたけどオリンピック決まりましたけど、49年前の10月10日日本の開会式、向こうはシナは何したと思いますか。核実験ですよ、嫌がらせの。そしてね、この核実験もね、20メガトン、長崎、広島の数倍の核実験を
この東トルキスタン、これ東トルキスタンの旗なんですけど、そこで核実験をしました。そして日本にもいっぱい放射能が飛んできました。そしてウイグル人170万人虐殺、全体には75万人死んだと言われています。それも核実験、地上の核実験ですよ。どう思いますか？日本に嫌がらせ、その頃国交がなかったので、シタンはオリンピックに参加していませんでした。その嫌がらせとして核実験を、地上核実験を行いました。そしてウイグル人今も現在進行形でチベットウイグル大虐殺されています。それはそれマスコミ全然報道しませんよね。本当にひどい目に遭っています。シナにはこのウイグル、トルキスタンですね、東トルキスタンの方です。皆さん覚えてください。ここ今大虐殺、シナが大虐殺しています。そしてですね、今狙っているのは日本を狙っています。そして沖縄にいっぱい今人民解放軍を入れて、そしてシナの本土ではどう言っていると思いますか？日本、沖縄は僕たちの領土だと言ってシナは言っています。この間反日デモの時も沖縄は領土、そしてそれにどういうかな、シナに思われているのは県知事です、中山知事、そして共産党です。沖縄は本当に大変なことになっています。皆さんもっと現実を見てください。日中友好なんてありえません。そして私本読んだんですけどね、亡命中国人が書いた本で台湾人が訳している本なんですけど、人民解放軍というか毛沢東時代何をしたかというのがものすごく恐ろしいこと書いてます。肉を食べて本当にバーベキューパーティーしているような人民ですよ。本当に恐ろしいと思いませんか？人肉を食べてバーベキューパーティーしてみんな好きとして喜んでる、それを書いた本を読んでたんですけどね、気持ち悪くなって3分の2まで行ってもう読めなくなりました。本当に文化化大革命の時は毛沢東って本当に一番虐殺したんじゃないかなと思っています。スターリンと毛沢東どっちがひどいかといったら毛沢東かもしれません。本当に今でも人肉は食べています。このね、大躍進時代に人間の肉の方が豚や牛より安かったと言います。そんな国民とどうして友好関係を結ばないとダメなんですか？経済だけですか？皆さん日本を狙ってますよ。日本の新聞とかも狙っています。このもっと日本人は危機感を感じてほしいです。商売だけでお金だけの問題じゃないですよ。日本に侵略してきます。ウイグル、チベットでも初めは本当にチベットの人たちが勇敢でした。そしてね、アメリカの FBI が勇敢の人を訓練するように、アメリカで訓練しました。対抗するために、シナに。でも、裏切り者のキッシンジャーが急に辞めて、シナと友好を結んで、そしてチベットはどうなりました？胡錦涛が、前の胡錦涛が12万人、チベット大虐殺して、そして胡錦涛は出世したんですよ。昔からね、シナの出世は、大虐殺した人が権利の本質など、その歴史の繰り返しです。本当私ね、本当にね、田中角栄がね、日中友好するって言った時、なんか嫌な予感したんですよ。絶対反対って心の底で思ってました。恐ろしい国だっていうのは知ってました。わかりますよね、覇権主義、中国は自分が世界の中心だと思っているような国です。そしてね、もっとね、
私ね、女の人ってね、こういう問題に興味ないんですよ。だからね、政治的なことしてもね、恐ろしさわからないから、ちょっとえげつないことばっかり言って、そしたらもう猫好きな人とかびっくりするんですよ。私の知り合いは、猫は子猫が生まれました。大阪の知り合いです。隣に中国ナンジンが住んでました。そしてそのナンジンに、この猫飼ってくれますかって言ったら、買いますって言ったら渡しました。次会った時なんて言ったと思いますか？ごちそうさまですよ、ごちそうさま。こんな民族とは絶対私は共存はできません。そしてですね、安倍政権が何を考えているか、大量移民を入れようとしています。少子化なんで、大量移民ってどこからと思いますか？今中国からでしょ。でそれで国民動員法って知ってます？国防法って知ってますか？中国の避難の本国の命令で銃を持って日本で大暴れする、そして略奪するような命令も出せるんです、避難の本国は。それをほったらかしにしていていいと思いますか？そしてですね、もっといっぱいあるんですけど、すみません、話がバラバラになって、聖火リレーありましたよね、避難のオリンピックの時、私現地に行きました。日本人500人、避難人5000人、行き放題でした。国旗を持って、真っ赤っかな国旗を持って、それもすっごい大きい国旗を持って、そして日本人はね、叩かれたり蹴られたりしましたけどね、日本の警察は見て見ぬふりしていました。それから私はこの国は怖いと思いました。私たちが何やっても警察は守ってくれないんじゃないか。それからドイツを大きく叩かれて、次は中国のこのどんどん日本に入ってきて、そしてこの国が侵され、人民も奪われ、本当に日本でなくなってきます。そして自民党政権も移民を推し進めているような政策をすると思います。本当に皆さん分かって大反対しないと、ウイグル、東トルキスタン、チベットのような本当に大虐殺、日本人大虐殺が行われます。これは嘘じゃありません。本当に死な中国は日本を狙っています。皆さんもっと危機感を持って尖閣を奪って、次は沖縄、それから本土です。これは中国の、公式な文章に載ってたのを私はネットで見ました。日本を狙っています。そして大和族、大和大和族という分類をしています。大和族になりますよ、このままだったら。皆さん本当に危機を感じてください。私は本当に危機を感じて、日中友好した41年前から危機を感じています。お願いします。終わりです。皆さんこんにちは、私は愛国教授会の石川と申します。そして、本日の活動はですね、中国共産党監視委員会という、政治団体の活動でございます。この中国共産党監視委員会、略して中間会という呼称でやらせてもらっているんですけれども、この活動は定期的にやっていきます。やらんとダメなんですよ。今はですね、尖閣諸島の問題ですとか、見えにくいですけれども、沖縄のね、問題ですとか、本当にね、攻めてきとるんですよ、シナが。いよいよってね、もう沖縄はもう中国の重いなと、ね、共産党一党独裁の国なんですけれどもね、ここの国を本当に監視して、しっかり見ていかないと、いつか一本取られますよ。なあなあのままでね、なんとかなるわと、いろんな危機乗り越えて、民主党みたいなね、あんなボンクラ政党を持ったところで、東日本大震災取り切ったやないかと、なんとかなるんちゃいますかと、ほんまに思ってます？本当にどうにかなると思ってますか？先ほどの弁士の方からもありましたけども、国防動員法って皆さんご存知でしょうか？
国家動員法とも言います。これはですね、一本の法律ちゃうんですよ。これは市が、まあ、皆さん市内とは分からないと思うんでね、まあ、我慢をして今日は中国と呼びます。ここは市なですよ。これ中国という国はね、もう呼び名自体がもう差別語ですからね。これ覚えておいてくださいね。このね、中国という国の法律でございます、この国家動員法。簡単にどのような法律かと言いますと、有事の際というのは戦争行為ですね。この戦争の際に、各国に粘っている企業、そして人民は中国の軍のために軍人とならなければならないということなんですよ。そんなバカな話ありますか皆さん。尖閣諸島というですね、もう揺るぎない日本固有の領土、わっけのわからんね、へりくつでおかしおきながら毎日毎日、漁船と入ってきているこの戦争行為をね、勝手に突きつけている。この状況で有事の際というものを自分のヘリクスで作り上げて、それでいて他国、この日本ですね、攻めてこようというこのバカな国が中国共産党でございます。ほっとけるわけないでしょ、こんなもん。ほっといたらどのようなことになるか、何も知らない方でもね、ちょっと想像すればわかると思うんですよ。それでいてですね、中国共産党を監視するという旨のあくまではそのような政治活動でございます。何も中国にいる人々、中国そのもの全てを否定しているわけではありません。日本のですね、何倍も人口がいる国、まあ、世界有数のね、名古屋国か、ちょっと今の数忘れましたけど、ありがとうございます。13億人ですね。13億も人おったらね、まあ、それはいろんな思想ありますよ。中には親日的な方もいれば、政治的な動向に無関心な方もいれば、中には、中国の共産党に期待している若者どももいると。多種多様でね、10人十色であるというのは分かってます。なのでね、我々は中国共産党を監視をしていきます。何も中国人であるから全て弾圧するといった旨の活動ではございません。ですので、今流行りのヘイトスピーチには全く該当しておりません。まあ、あえて言うならですね、この日本に来ている中国人の方々、あなた方逃げてきたんでしょ、ね、中国のね、この共産党の一党独裁、言論弾圧、人種差別、こういったものが嫌で嫌で仕方がないから、住みやすい日本に、優しい日本に逃げてきたんでしょう、あなた方。まあ、それはいいですよ、別に。それ自体は全く否定をしません。そういったね、自分の身を守る、自分のね、家族を守る、友達を守る、そういった船で、そのようなね、中国共産党から離れようと。それでいて自分の生活、見合ったところ、平和なところを探すということ自体は僕らは否定をしません。否定できる道理もありません。しかしながらですね、この日本に来てちょっと好き放題、やりたい放題やりすぎちゃいますか。戸籍は進むわね、不動産などそういったところはね、勝手に買収はするわ、不法入国、麻薬はやるわ、ちょっとやり放題、やりたい放題しすぎなんちゃうかと僕らはそのように感じております。大阪より暇な中国のね、一党独裁、この共産党から逃げてきたんでしょ。それでいて平和なこの国に、日本にね、住んで暮らしていこうというならば、強人では強人従うというそのような考えはないんでしょうか皆さん。まあないですねという部分もありますが、まあ、僕もそのように思うんですけれどもね、このような事態、日中関係がここまで悪化しておきながら、それこそあなた方が逃げてきたこの中国共産党、この魔の手が勢いを持って日本まで攻めてきとるんですよ。その時にね、持ってつけたようなわけのわからないヘリクスで憲法9条と僕らに言わんでいいんですよ、そんなことが。ポーランド火種である死な朝鮮にもの申してください。憲法9条と病気のように連呼している方々、ね、憲法9条を守ったら何が解決されるんですか。戦争行為を働いている、ね、国際法に違反して領海法だがね、まあ、これ韓国ですけど二小番ラインとかわっけのわからんことをやっておきながら、日本国に向けて戦争行為を突きつけて人
様の国の防衛ラインを揺るがしておきながら、戦争行為を突きつけておきながら、なぜ僕らに憲法9条と戦争するなというんでしょうか。僕にはその理屈が全く分かりません。このね、暮らしやすい日本に来たんやったら、法に行っては法に従えばいいじゃないですかね。え、戦争するなと、もう共産党お前らもう嫌なんやと、そんなとこまで追っかけてこんといてくれと、我々と一緒に声を上げたらいいのではないでしょうか。僕らは何も中国人であるから、韓国人であるから、アメリカ人であるから、外国人であるからといって排外主義をもとに活動している団体などではございません。排外主義とは、外国人であればもう引き続かないで、お前外国人やろと、日本から出ていけと、これが排外主義なんですよ。僕らそんなことしてます。守る団としてはどう、原因があって、この、ね、中国共産党、こういった政治活動に肩入れしている反日組織に我々は声を上げているのであります。ですのでね、今流行りのヘイトスピーチだのね、まあ確か日経新聞でしたかね、一括りに外国人は嫌いですかと僕らに言われてもね、そんなわけわからない質問されてもね、答えることはないんですよ。外国人が嫌いやからこんな活動をしているんではなくて、反日組織に我々は声を上げているのであります。あ、ちょっと長くなりましたが、先ほどルメン氏の方もおっしゃいました。そして僕もですね、中国問題においてこれだけは外せないこと、国防動員法ですね、皆さん直ちにお手持ちのスマートフォン、パソコン等で調べてください。自分のことに関わることなんですよ。中国共産党というですね、反日であれば何でもありという反日組織のあらゆる結持ちの存在、この組織がですね、国防動員法という有事の際には各国に出張っている企業人員を使って日本人を虐殺してやるという法律がこの国家動員法なんですよ。つまりは近いんですか。自分に関わることですよ。自分に関わることであれば、家族に関わる、友達に関わる、未来永劫ね、この平和な先人が守っていただいた、守ってくださったこの日本国で生きていくのはね、我々だけちゃうんですよ。ずっと続いていくんですよ、我々の子孫が。その時にですね、自分の私利私欲で世界を征服してやろうとか、わけだからそんなアニメみたいなことを言うとるね、バカな中国共産党、ここの連中がね、守る手を伸ばしてきたら、その手を払いのけたらダメなんですよ。これはヘイトスピーチでも差別でも排外主義でも何でもありません。当たり前の自存自衛の観点であることは間違いありません。ですのでね、中国だから野蛮であるとか、政治活動なんかわからんな、政治って難しいなということで放置しておいて、日本行政に任しておけば、このように一般市民が声を上げなければ何も変わらないという国になってしまうんですよ。なってしまったんですよ。なってしまったものはね、もう今から取り返さなしゃあないんですよ、これ。まあ、これは韓国の事案ですけれどもね、今朝安倍晋三の嫁何言うてました。ここまで反日プロパガンダでね、暴れ回っとる、暴れ狂っとる韓国、ここをですね、仲良くしましょうと、仲良くしませんかと言うとるんですよ。じゃあ理由は何ですか言うたら、隣の国だから、バカかお前はと。これがね、一国の総理の嫁のレベルなんですよ。嫁すら管理できひん旦那がね、総理大臣やっとるんですよ。行政に任しといてええわけないでしょ。任しといたらこれなんですよ。今現在ですね、この中国共産党監視委員会、略して中間会にはですね、あらゆる、政治組織と巻き込んで、日本全国展開していこうと、活動を進めております。このようにですね、街頭で演説できなくともですね、認識をするということを手を打たないでいただきたいんですよ。自分に関わることなんですよ。未来永劫ね、この日本国で暮らしていく方々に関わることなんでね、今を生きる我々がこの反日組織に絶対に負けてはなりません。そのことを踏まえて、今後も中国共産党監視委員会を、よろしくお願いいたします。私からは以上です。ありがとうございました。
ご通行中の皆さん、こんにちは、私は行動する保守運動のメンバーの一人でございます。そもそも中国というのは皆さんニュースでも、まあ、よく聞いているのでご存知と思いますが、なぜ去年中国で大規模な反日デモがありましたよね。それは何を抗議しているかというと、日本政府が日本政府が尖閣諸島を国有化して、それで中国の反日デモが起きたんですよ。でもよく考えてみたら、そもそもその反日デモをした中国人は日本に対して抗議をしているんでしょうかね。あれはですね、中国の反日デモで毛沢東の肖像画を掲げていたり、反日デモで中国共産党の建物を攻撃してたりするんです。つまりあの反日デモは反日デモを利用して反政府デモをやってるんですよ。で、その証拠にあの去年から反日デモが一回も起きていません。で、普通活動っていうのは1回だけじゃなくて2回も3回も何回も継続的にやるもんでしょ。でも去年の反日デモ、あの暴動1回で終わってるんですよ。で、まあここから本題に入らせていただいたんですけど、まあ、僕は中国の反日について語らせていただきますけど、そもそも中国はなぜ反日なのか、なんで反日だと思います？よく中国の人は、いや、日本は中国に侵攻して、そこで大量に中国人を虐殺したんだと、でもそういう人いると思いますけど、それは全くのザラムです。で、なぜ中国が反日かと思います？それはですね、中華思想という考え方なんですよ。中華思想、つまり中国が世界の中心であると。で、その他は日本やベトナムやチベットやその他の国は初だと、まあ、そういうことでありますよ。だからそういうことであるんですよ。で、そのかつてあった日本が経済大国になり技術大国になった、つまり中国よりも発展しちゃったわけですよ。これが悔しいから中国は反日なんですよ。でして中国を侵略したから反日っていうことではないんですよね。だったらなんでモンゴルに攻撃しないんですか？昔元の時、中国は中国の漢民族は元に侵略されましたよね。なんでそのモンゴルに攻撃しないでしょうか？なんで日本ばっかり攻撃してくるんですか？それは日本がね、まあ、日本人が弱いからなんですよ。だから僕たち日本人一人一人が強くならなきゃならないと思うんですよね。で、何人ですか、はい、何人に行けば何人大虐殺博物館っていうのがあって、そこで中国人が日本軍人によって30万人虐殺されたって書いてあるんですよ。それも当時南京には20万人しかいなかったんですよ。どうして30万人虐殺できるんでしょう？おかしいでしょ。それもその後南京の人口は25万人に増えてるんですよ。こんなのご存知的に不可能でしょ。で、それで南京の博物館行ったら写真が飾ってあるんですけど、日本の軍人が中国人を処刑している写真があるんですけど、この写真も全くデタラメですよ。これは中国共産党が主に作った偽のプロパガンダ写真なんですよ。その証拠にね、100人切りっていうのがあるんですけど、刀の持ち方がおかしいんですよ。刀の持ち方が左右逆になってたり、足の立ち方が逆になって立ってるんですよ。日本の剣術って言ったら、刀の持ち方からこの捌き方や立ち方まで細かく決まってあるんですよ。ですからこういうやり方では絶対、こういうやり方、日本人は絶対やらないようなやり方で
あの中国人を殺しているような写真があるんですよね。でこういうことは絶対日本の現実ではありえないわけですよ。僕剣道やってたからそういうことはよくわかります。 でそれでね、そんなありもなかった虐殺をね、中国共産党はでっち上げて、で、2年前に、金城十三社という映画がありましたけど、こういう抗日映画をどんどん作って日本を貶めたりしてるんですよ。で、そもそもあ、ごめんなさい、ちょっとすいません。で、通州事件っていうのがあります。で、あの通州事件っていうのは、中国国内にいた日本人を中国人が大量虐殺されたって話ですよ。これはちゃんと証拠も根拠もあります。で、そういうことは日本人何も言わないんでしょうかね。よくテレビや新聞は南京大虐殺で日本人は中国人は殺したなのと書いてるんですけど、そういう日本人が被害を受けたってことは全然日本のメディアは全然報じないんですよ。なんて報じないんでしょうかね。もうメディアもちょっとすいません。あ、ちょっとすいません、ちょっと調子悪いんで、まあ、ここから以上させていただきます。ちょっと待ってこんばんは、新大阪は照明の小栗です。先月末も沖縄行ってまいりました。そしてですね、平和が大好きな、ね、人たちがですよ、僕たちがですね、新聞に嘘が書かれているんで、そのね、やっぱり新聞とかって本当のことを書いてくださいと、そういうデモを沖縄でやってきたんですけども、そしたら翌日からですよ、僕のところにですね、ツイッターにですね、脅迫のね、メールやね、書き込みがガンガン来るようになったとかね、そういうことをする人たちがね、今の日本をダメにしている人たちなんですよ。それでね、それは自分は平和の方がいいですよ。それは僕だってそう思います。平和にするためにはどうしようかっていうね、ことをね、みんなで考えていかないとダメなんですけど、憲法第9条とかね、まあ、沖縄にはですね、米軍基地があってですよ、米軍基地があるから、ね、今こうやって狙われてるとかね、そういう嘘を垂れ流しですよ。オスプレイっていうね、ただの輸送機なんですけども、それがね、もう墜落事故を起こしまくると嘘をね、書かれまくってるんですよ、新聞にもですよ。そんなことがね、新聞、テレビでずっと流されたら、みんな本場やと思ってしまうじゃないですか。実はね、まあ、10万時間って言ったら、まあ、分かりにくいと思うんですけど、その中で事故が起こったね、コスプレイが起こした事故っていうのが 1.93 という倍なんですけども、もうね、全然車より安全なんですよ。交通事故なんか毎日起こってますけど、コスプレイね、1日でね、落ちてないんですよ。そういうことを平気で新聞メディアが流すんですよね。これ前、滋賀でですね、日米のね、演習がありましたけども、あの時もですよ、印象操作っていうんですか、コスプレは危ない危ないっていうね、そういう、まあ、市民がね、コスプレ怖いな怖いなっていうのをしか流さないんですよ。賛成派の意見っていうのは全くない、くんどりがない。まあ、沖縄でもそうなんですけども、まあ、日本全体がね、そういう文章がおかしい、新聞、ね、テレビ、ラジオ、全部ね、大体嘘を書いてることが多い。この前もですよ、産経新聞にですね、住民委託の話が書いてありましたけども、まあ、そういうね、ことを、ね、正しいことを書いてるんですよ。もうノータッチなんですよ。それでね、ちょっとおかしなことがあったら、もうすべてね、
それがもう悪い、それが悪いってもう決めつけですよね。もう本当にね、何が危なくて何が安全なのかっていうことをね、ちゃんと見極める、ね、力を持っていかないと、みんな騙されてしまいます。それで、沖縄のね、高江っていう場所があってですね、まあ、今ヘリパッドを作ってるんですけど、そこに、まあ、ここを勉強しておるね、平和とね、平和が大好きな皆さんがいるんですけども、そこに行ってですね、まあ、話を聞いてきたんですよ。そしたら、もう言うてることがむちゃくちゃで、そこで配ってるね、ビラもむちゃくちゃ書いてあるんですよね、そばだし。それで、そのビラをもらったんで、お礼にね、竹島は日本固有の領土っていうステッカーをあげたら、このテントを貼っといてくださいよって言ったらね、いやー、国境なんてなくなったらいいのになーとか、私、そういう難しいことはちょっとわからないんですよ。そういうことを言ってる人がですよ、ね、平和だ、安全や、ね、そんなことをね、願ったところでね、僕らの命は守ってくれないですよ。そういうことを平気でやっているのが、ね、沖縄でも大阪でもそうなんですけども、もうね、みんなね、嘘とかにね、騙されるのに、もうそろそろやめましょう。本当に気づいていかないと、もうね、取られてしまってからではね、取り戻すには本当大変なんですよ。今ね、竹島がね、まあ、取られてますけども、今、尖閣という場所ですよ、沖縄の。毎日ね、中国のね、漁船とね、言ってるね、船やね、監視船が来ております。そういう現実を踏まえてですよ、ね、なんとか戦闘当たりになって、そんなね、うるさい話はどうでもええなと思ってたら、もうね、気がついたら、どん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 ね、自分の近くまでね、中国人が来ます。中国の脅威が来てます。本当にね、僕はね、その基地反対派の人ともにですよ、行ったら、もうね、日本語が喋れない人が普通にいたんですよね、反対運動と混ざってるんですよ。しかも、中国のその反対運動をしてる人から、ね、日本でそういう基地とかをね、なくせなくせって言ってる人らにお金がいってるっていうね、現実があるんですよ。もうね、今、米軍基地がなくなるとですよ。今日本で自分でね、自力で守る力がないんです。本来はね、反対派の基地反対派の人とかね、コスプレ反対派の人たちがですよ、米軍基地をなくすために自衛隊ね、海保を強くして、日本で自分でね、自分の家を守れるようにしよう、自分の国を守れるようにしようっていうね、そういう運動をしてるんであれば、僕たちもね、一緒にね、声を上げれるんですけど、そのね、反対派がやってる人たちのね、ことはね、米軍基地に米兵が入る Y ナンバーっていうか、米兵のナンバーなんですけど、もうね、その車の上に飛び乗ったりですよ、もう、ヘイトスピーチと言われるね、そういうね、もうバックとかね、もう帰れとかね、もうそういうようなことを連発してるんですよ。それをね、この前、琉球新報がですよ、ヘイトスピーチはやめましょう、まあ、反対派の人たちがもうとってもね、大好きな新聞なんですけども、ついに琉球新報を基地で反対運動をしてる人たちとヘイトスピーチをやめようというね、新聞に載せてしまいました。残念なことに、要は自分の首を自分で絞めてるようなもんなんですけど、けどね、本当にね、何がヘイトで、何がヘイトじゃないかっていうのはね、本当沖縄の野だけゲート前っていうね、動画を見てもらったら、もうすぐ分かります。車に乗るわですよ。米兵に罵声を浴びせるわ。オスプレイを底上げで落とそうとするわ。ね、オスプレイ運転してる人にね、レーザーポインターを当てるとかね、もうそういうようなことをしてるのが、もうヘイトどころじゃないですよ。犯罪ですよ。不法占拠は当たり前。もうね、そういう人たちが平和や安全やね、望んでても、何にもね、信憑性がないんですよ。もうね、僕がそういうところでね、それはおかしいですよって言ったらね、もう殺害予告はされますし、もうね、本当やりたい放題なんです。けど何が正しいかはやっぱり自分たちで、ね、いろいろ勉強して考えていかないと何が正しいか出てこないと思います。だからちょっとずつでもね、
みんなでいろいろ考えていって、何が正しいのか、何が正しくないのか、ね、そういうことを、ね、メディアに騙されず、もう自分の考えというものをちゃんと持ってね、頑張って生きていこうかなと、僕も日々勉強して頑張ります。ということで、ありがとうございました。小栗さん、ありがとうございました。そうしましたら、中間会代表の田村さん、お願いできますでしょうか。お願いします。ご通行中の大阪市民、大阪民事の皆さん、こんばんは。少々音の方を大きくやらせてもらってます。日本民族による中国共産党監視委員会、共同代表をやっている田村と申します。まあ、今日のデモ、中国共産党のこれまでやってきたこと、今からやろうとしていること、そういったことを伝えるデモをやってきました。で、皆さんに勘違いしてほしくないのは、この日本にいる在日中国人全員オイラスとは言ってません。気持ちは追い出したい、本当は。だけどそこまで考えてません。自分の会社に、中国人の留学生働いてます。もちろん仕事絡みのところでもたくさんの留学生働いてます。その留学生が日本人以上に働いて、日本人以上の、まあ、信頼を得てる人間もおります。そういった頑張ってる人間も確かにいるのは確かに、確かばっかり言ってるけども確かにいるんです。私の考え、民族主義、そういった民族主義の観点でものを言わせてもらえれば、私の中の民族主義は日本民族だけが繁栄すればいいなんて一回も思ったことありません。どんな民族で、どんな民族であれ、それぞれの民族の誇りというものを持ち、そして自分の民族のダメなとこ、そういったものをそれぞれの民族が改め正していき、そしておのおのの世界各国さまざまな民族がおります。これを尊重しよう、そして私利私欲、金、権利、そういったものを欲することなく、一つの民族の思いというものを大事にしていければ、私は戦争なんて起きない、そのように考えております。何かを欲して、何かを手に入れて、何かを奪い取ろうと画策するから、おかしなことが起きるんです。そういったことをツイッターであれこれつぶやいております。一応見てください。継承会田村と申します。そういった民族主義的考えのもと、こうやって凱旋させてもらってます。さまざまな民族がさまざまな場所で住み、そして合に入れば合に従え、それぞれの国でそれぞれのルールを守って、それぞれの民族性を誇りに思い住んでいければいいんですよ。しかしながら中国人、簡単に中国人と言ってしまったら誤解が生じてしまいます。漢民族の中の中国共産党関連の中国共産党党員、この部分で一番私の考える民族主義からかけ離れた
たちの漢民族性、自分たちの中国共産党性、反映すれば他の民族がどのようになっても変わらない。それが見え隠れしてるから我々は抗議してるんです。日本人が怒るんです。中国共産党党員というものは中国国内に7000万人いると言います。7000万人の中国共産党党員が一党独裁の共産党政権の中である一定の力を持ち、言葉を発し、中国国内に50以上の少数民族がおり、その少数民族をことごとく弾圧し、そして力をつけ取っているのも中国共産党であり、中国共産党の党員であり、漢民族であるんです。全ての漢民族はダメなわけではありません。ただし今この日本に留学生として来ている中国人の方々の大半は都市部の戸籍を持つ人間で、さらには留学で日本に来る人はそれなりの裕福な家庭で過ごしている。簡単に言ったら中国共産党の党員の子供が留学しているわけです。全てとは言いません。親が中国共産党党員であり、その子供は日本で留学をする、そういった現実が実際にあるわけです。その中でも日本国内で真面目に働く人間がおりますが、中国には先ほどの電車も言っておりました国家導入法、中国共産党の一声で日本に住む中国人留学生が一致団結し、中国共産党の手となり足となり動くかもしれない、それを我々日本人として見過ごすわけにはいかないです。それはね、後から言いなさい、後から喋るから、後から話すから、今それは黙っとけ、端っこよ、端っこ言っとけ、排除すんだよ。実際ね、中国共産党の党員が国家動員法、これをもとに動いたと思われる事案は、北京オリンピックの長野を走った聖火ランナーの時の中国人留学生の長野の市内、そこで中国の旗を振り回し、そして北京オリンピック開催直前の聖火ランナーを応援していた、あれが国家動員法の一部であると私は思っております。北京オリンピックの長野の聖火ランナーを走った時に、どれだけの中国人留学生が観光バスに乗り長野に入り、中国の国旗を、中国共産党の党員、そういったところから配られ、振り回していたか。日本のもともとこの日本に住んでいる在日中国人が所有する車に箱乗りになり、長野で箱乗りになったその車を外れて中国の旗を振ります。そういった中国人の姿がつい5年6年前にあったわけです。北京オリンピックが開かれる直前にチベットを武力によって弾圧した中国共産党がおりました。チベットの僧侶が
ことごとく捕まり、暴行に遭い、そしてしょっぴかれてた。中国は今国内に抱える少数民族の問題、これを少数民族がテロ行為をしていると、そのように位置づけて中国共産党が一方的に弾圧しているわけです。そして中国は、中国共産党の、手となり足となり頭となり口となっている新華社通信、ここは中国共産党の意向のまま世界に情報を発信するんです。チベットの人間が独立を目指すようなデモ活動をし暴れたと、その暴れたデモ隊を中国共産党の、警察隊が抑え込むと。実際のところ暴れたのはどっちでしょう。中国共産党は警察隊を使って独立を求めるデモ隊、平和的に行っているデモ隊を鎮圧したのが本当の、起こった事実でございます。我々がそういった中国共産党がねじ曲げて行動する、そういった行動というものをそのまま鵜呑みに信じちゃいけません。ついこの間チベット人、そしてウイグル人、この少数民族のこの2つの民族は漢民族の民家を襲ったと。それに対して漢民族側が被害を受け、そして中国共産党は動いて警察がウイグル人何人かを取り押さえた、チベット人何人かを取り押さえたというような報道がありました。漢民族をその、漢民族の普通の民家をチベット人ウイグル人が本当に襲ったとしたら、その前に漢民族の人間らがチベット人ウイグル人に何かをやったはずなんです。弾圧という名の、粛清という名の、虐殺暴行、こういったものをやったと思われる。これでチベット人ウイグル人が自分の家族、自分の友人、チベットの僧侶、ウイグルのイスラムの、こういった宗教家、そういった人たちが被害に遭った、そういう、現実が実際あったのではないかと推測されます。しかしながら中国が発する報道、これがねじ曲がって報道される、それを真に受けて日本の報道機関、朝日も産経も毎日も全て新華社通信が報道する、ねじ曲がった報道をそのまま日本国内に広めている。だからインターネットのニュースを見てみると、日本の各メディアが中国共産党の言いなりだというような報道を繰り返し行っている。チベット人が悪い、ウイグル人が悪い、そこが暴れるから中国の警察が排除に向かう、このような印象操作をずっと行っているのが今の中国。我々日本人は目を覚まして、中国という国が何を隠そうとしているのか認めなければいけません。過去に起こった天安門事件を何も取らなかったように中国共産党は言い抜けている。しかしそこで起こったのは何の武力も持たない学
火をつけ焼き殺した。焼いて焼いて灰にしてしまった。そして誰がどこでどのように死んだかも明らかにしないまま中国共産党は闇に葬っているんです。そういう国と我々が本当に友好関係を結べるのか考えてください。そういう国のそういう共産党政権の共産党党員のさらにその子供が我が日本に留学生として存在し国家動員法という名のもとに今後何やるか、何をやらかすかわからない状況が今あるわけです。それを我々が監視する、我々が何かしらのアクションを起こす、少なからず中国人全体を追い出すような考えは持ちません。日本に来て日本の情報というものをしっかり見定めて自分の国の共産党政権がどのような考えを持ってどのように情報を隠蔽しねじ曲げていって自分の国の政権が国際社会からどう見られているかを真摯に受け止める中国人留学生を我々は待ってます。我々はそういった中国人留学生を支持します。仲間にも入れます。我々の敵は中国人ではない、中国共産党政府であり中国共産党政府を支持する人間である。それだけは分かっていただきたい。そういった主張をもとに我々がこうやって凱旋をしてます。今心の中に何人かおります。差別主義者差別主義者と言い残せるようなアホ者が何人かおりますが、私が喋ったことどんどん広めてください。どこの差別なのか何なのか、レイシストなのか何なのか、はっきりレッテルを貼って表に公にしてください。公にしてどっちがどのような主張をもとにこうやって表で顔をさらして名前さらして街頭演説してるかを一般の人々が判断すればいいんです。カウンターという名の弱い者いじめをするようなそういった人間のお友達が何人かちらほらちらほらうろうろしてますが、そういった人本当に何か主張があるならこちらに来てください。とりあえず私の主張これにて終わりにしておきます。ありがとうございました。田村さんありがとうございました。続きまして、中間会共同代表武井さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。日本民族による中国共産党監視委員会、代表の武井といいます。これもね、愛国協議会という、ね、団体の代表が出ています。我々の目的というのはね、この日本国にね、いろいろとある諸問題、このような問題をね、一つ一つこの日本国民として、解決していきましょうよと、日本政府が何もしない、各行政が何もしないならばね、我々、市民が立ち上がり、行動に移しましょうよというようなね、目的で、愛国協議会という団体の中間会、日本民族による中国共産党監視委員会、このような団体を、ね、立ち上げました。中間会、略して中間会というんですけども、
中間会に関してはですね、今全国展開していっております。もう来月11月24日第4日曜日ですはね、関東と関西で、市な中共、市な共産党をぶっ潰せというね、デモを同時開催します。で今会員の方もね、日本全国からね、たくさん今集まってきております。なんとかね、今日本にとって一番外的、敵国であるのは支那共産党、中華人民共和国、このような国がね、日本に関して一番敵国だという思いでね、我々が立ち上がり、抗議の声を上げていき、そしてね、球団対象としていってね、ちょっとでも日本政府を動かすことができたらなと、このような思いで、今運動しております。実はね、ちょっと昨日の、ね、夜に、拉致被害者の、ね、葬儀奪還のための講演会等をしてましてね、ちょっとその後にね、熱出まして、で、今日ちょっと体調悪いんですけども、このような、ね、機会はなかなかないんでね、精一杯ね、出場させてもらおうかなと考えております。まずね、支那共産党、このような中華人民共和国という国の中にね、共産党という、ね、組織がありまして、そこに、ね、党員が、ね、います、ね、日本でもいろんな、ね、政党があるんですけど、またこれもちょっと話しちゃうんですけどね、そいつらが、ね、何を目的として、外国に来て、ね、日本とか日本でいろいろな安全活動をやってるかと申しますと、もう最終的には、ね、この日本を、ね、侵略を、ね、考えとるわけですよ。最終的にはね、これまでにいろんなことを小細工しながら、この日本にね、支那共産党員を送り込みまして、ちょっとずつちょっとずつね、支那の色に、中華人民共和国の色に染めていこうかなというようなね、このような活動をしております。これが、支那共産党員のね、活動の一環であります。そのうちの一つにね、我が国の領土、日本国固有の領土であります尖閣諸島というね、さまざまな島によってね、できている群島ですね、があります。魚釣島、熊島、このような島をね、代表的にしてね、7か8つぐらいの島でね、成り立っております。ここをね、まず一つ皆さんに分かってもらいたいことが、この尖閣諸島というこの群島は日本国固有の領土であります。我々日本人がね、先人が、ずっと守ってくださった領土であります。だからね、我々がね、そこの、尖閣諸島にね、何ら問題なしに本来は行ってもね、問題が、生じないというようなところであるんですけども、今から数年前にね、この尖閣諸島の日本の領海でね、地下資源、ね、ガス田、地下資源、このようなものがね、エネルギーですね、地下エネルギーが眠っているぞというのが分かりまして、ね、日本の領海にたくさんの地下エネルギーが眠ってますよと、これを開発したらね、日本はえらい金持ち国家になりますよというのをね、目論んでおりましたが、それをね、支那共産党、中華人民共和国はね、何を言っとるんじゃいと、この日本の領海って言ってるところ、実はここは中華人民共和国のもんやぞと、このような主張をし始めたんですよ、今から数年前に。ところが歴史上、史実上ね、歴史、世界が認めてます日本領海であります。そこの地下資源が眠っている場所というのは、日本の領海に地下資源が眠っているのにもかかわらず、眠っていると分かった瞬間、中華人民共和国の支那共産党員のコンクラブはね、俺らの領海だと、俺らの島だと、このような主張をしようとわけですよ、ね、泥棒をやってんこれ。それをね、日本の政府はいやいや何言ってまんねんなと、この尖閣諸島、魚釣島、ここは我々の先人が生まれてましたよと、ね、ずっと民間の方がこの島を守ってましたよと。でね、去年おととしでしたか、この島のね、日本領海に支那のね、中国の公船がね、毎日毎日ね、日本の領海にね、侵略しようと
このようなことを仕掛けてきてました。その当時のね、東京都知事、石原元都知事がね、何をやっとるんやろと、信濃高専、日本の固有の領土にね、勝手に入ってくんなと、ね、民間がね、持ってるからあかんねやと、そうしたら日本国が買い取ろうじゃないかということでね、今から、去年か一昨年とお忘れしたんですけども、去年ね、東京都知事がね、募金を働きかけました。そこでね、数億円、2億やったかな、ああいうお金がね、我々日本人のね、魂のお金がね、寄せられたわけですよ。14億です、14億ね、寄せられたわけですよ、ね、そしてその当時の政権を持っていました民主党が、日本国が買いますよと、東京都に任せれません、日本国が買いますよということで、日本国固有の領土となりました、ね、これは日本だけが認めてるんじゃないです、世界が認めております。日本国固有の領土である尖閣諸島、世界の誰もが認めてるにもかかわらずね、信濃文句などもは今もね、昨日も新聞載ってました、三隻の公船が日本領海を脅かしていますよと、このようなね、記事が載っておりました、ね、これをね、我々日本人が何か、訴えかけてることをね、やっぱ分かってもらわなダメですよ。日本国固有の領土をね、信濃公船が、中国人がね、勝手に主張しとるわけですよ。ここは中国のもんやぞと、泥棒じゃないですか、ね、このような泥棒の国となんで友好できるんですかと、まず僕はこれを一番に訴えかけたいんです、ね、ちょっと余談になりますけども、この日本という国はね、皆さんご存知じゃないですけどね、社会の教科書はね、先生が教えてくれへんからね、ちょっと僕が余談で教えてあげますね。この日本という国にはね、さまざまな島があります。ね、さまざまな島があって、日本列島、日本国というのは成り立っております。しかしながらね、戦後ですよ、我々のね、島を、日本国の島を奪い取ったね、国があるわけですよ。ね、まず一つが島根県に位置するね、竹島という国、島があります、ね、竹島、島根県ですよ、あそこはね、2月22日は竹島の日と島根県が条例を出しております。このような島をね、我々日本人が行けなくなってるんですよ。なんでかしますか、皆さん、前ご通行中の皆さん分かってるでしょうか。竹島というのはね、日本国固有の領土でありながら、ね、戦後ですよ、よく聞いてくださいよ、韓国というボンクラな国がね、勝手にね、入り込んだわけです、ね、そんで勝手にね、海に線を引き寄ったわけですよ、李承晩ラインってね、わけわからん線を引き寄って、そこで日本政府がね、何勝手にやっとんじゃいと言えばよろしいんですけども、当時の日本政府というのはね、戦争でね、敗戦しまして、ほんまに上腰でどうしようもなかったんですよ。言われるがままに竹島は韓国に乗っ取られております、乗っ取られております。皆さんここを分かってくださいよ、ね、こんくらの日本人の皆さん分かってくださいよ。学校の教科書が教えてくれません。竹島、ね、島根県に位置する竹島、ここは日本国固有の領土です、ね、もう一度言いますよ、竹島、わかりましたか、日本国の領土であります、ね、ここをね、ボンクラの韓国がね、実効支配でわかりますか、難しい言葉やねんけどね、今現実支配しているのが韓国ということになっております、ね、ここにほんまはね、我々日本人がね、集団せなあかんわけですよ、韓国に対して何勝手に入っとんねんと、ね、ところがですよ、日本政府戦後から弱腰外交してまして、ね、何の抗議もせんと、もう何かありえた国際司法裁判所に出たろかい、これだけですよ。
出るわけないがな、負けんの分かっとんのに、監督。そうですやろ。国際司法裁判所、また難しい言葉使いました、ね、国連が定めてる裁判所であります。これはね、双方の国がお互いに歩み寄った段階で裁判というのが決行されます。ところがですよ、ね、日本国が竹島を国際司法裁判所で決着つけましょうかと言ってるにもかかわらず、韓国はなんで国際司法裁判所に立たなあかんねん、このようなね、わけわからん言い分しとるわけですよ、ね、なんで立てへんかわかりますか、韓国勝手に侵略しとるからですよ、よう立たんのですよ。立ったら今ね、竹島におる韓国軍撤退せなあかんのですよ。去年の8月に、ね、韓国の元大統領、イ・アキヒロ、こいつはね、竹島にね、上陸しよったんですよ、ね、その時にね、その後に韓国に帰って、イ・アキヒロ、なんて言ったか知ってますか、天皇陛下に、我々の、ね、日本国の天皇陛下に謝罪せよと、このようなことを言いよったわけですよ。ねえ、何の謝罪じゃこれはお前って、僕はね、毎日韓国領事館前でね、立ちましたよ、日照旗持ってね、サイレント抗議と言いまして、日照旗持ってシクシクと韓国領事館前で立って抗議しましたね。そして今の現大統領、なんじゃあれ、なんとかうね、パクうね、あいつ何言うとるか知っておりますか、千年先も日本を恨むバカ、誰が、俺らが恨んどるわい、韓国こら、こんぐらな、恨んどんねん俺らは韓国を。そのようなね、寝ぼけたことを言うのやめてくださいよ、ね、話しとれましたけども、まず竹島問題、これが1点。今通ってる方にもっと教えてあげますね。竹島ね、竹島ですよ、日本国固有の領土であります。皆さん覚えてくださいよ。韓国が勝手に実効支配しております ね。そしてもう一個、北海道の上にね、北方列島、ね、北方領土というところがあります、ね、ここも日本人が豊かな生活をしとったところです。千島列島から絡むとね、このような北方四島、このようなね、ところが成り立っている北方四島、北方領土ね、戦時中戦で日本人がね、平和なね、暮らしをね、漁業を主として平和な暮らしをしておきましたね。ところがですよ、大東亜戦争で敗戦してね、この北方領土をね、ね、旧ソ連、今のね、あのボンクラロシアですわね、旧ソ連がアメリカ GHQ にね、ちょっと北方領土もらえまへんかと、このような訴えしようったんですよ。でそこで GHQ、アメリカはね、あの無言ですよ、何も言いません、ね、勝手に入っていって北方領土というところを、ね、旧ソ連、今のロシアに取られました、ね、先ほど言い忘れましたけど、竹島が取られる時に日本人漁船、日本人の漁業をしている方44名、日本人大虐殺されております、韓国人に。ね、北方領土、ね、旧ソ連が侵略するのに、それでも日本人大虐殺されております、ね、これ、社会の教科書教えてくれてません、ね、学校の先生教えてくれません、社会の教科書で北方領土問題言いません。竹島問題言いません。なぜ言わないか、圧力かかっとるんですよ、反日国家から、ね、圧力だけやったら構いません、ね、ところがですよ、日本のこのね、教師というのはね、実に反日が多い、ね、日本教職員労働組合といってね、日教組、また全教組、このようなね、教職員の組合があります。こいつらも反日の教育、反日の思想を持った方々です、ね、このような奴らが教育してるから、
真実の歴史、史実が伝わらないわけです。従軍慰安婦強制連行、これも嘘です。南京大虐殺、これも嘘です。嘘偽りで塗りつぶされた我々の歴史というのは、実はこれ自虐史観のもとにあるわけですよ、ね、自虐史観を我々は植え付けられてきたわけですよ。学校の先生に嘘ばっかりつかれて大人になってきたんですよ。ところがですよ、最近ね、インターネットが普及して情報社会になりまして、真実の歴史というのが見えてきましたね。尖閣諸島って一体どこの国のものやねんと、竹島というのは一体どこの国のものやねんと、北方領土はどのようにしてロシアに行ったんやと、このようなことが一般の我々でも明確に分かる時代が訪れてきたわけです。これによってね、立ち上がってるものが我々ですよ、ね、皆さん分かってくださいよ。私が言っていること嘘じゃないですよ、本当のことです、ね、尖閣諸島は我々日本国固有の領土であり、我々の先人が守ってこられました、ね、守ってきたんですよ。だから私たちがバトンタッチされてね、今度私たちが守らなダメなんですよ。で、私たちが守ってきたらね、今度未来ある子供たちにね、この島々をね、守っていかなくちゃ、バトンタッチせなくちゃダメなんですよ、ね、子子孫孫であります、ね、皆さん分かってくださいよ。このようにしてこのね、2673年歴史ある日本国というのが守られてきているのであります。万世一系の国であります。天皇陛下が築き上げてくれたこの日本国を、神々の宿るこの日本国を我々の世代で汚してはいけないのです。で、万世一系のこの国に文句の言いある外敵どもを私たちは駆除するべきです。そのために立ち上がったのが我々有志ですよ、ね、少し品の問題とは離れましたけども、このようにして我々の日本国が徐々に奪われようとしています。奪ったら何のメリットがあるか、ね、尖閣諸島に関してはそのような地下資源が眠っていますよと、これをね、品が欲しいわけですよ、ね、そのようなことをね、いろいろとね、悪どいことを考えている市の共産党に対して、我々日本人はぜひとも声を上げて糾弾しなくてはいけないのです。ね、舐められてはいけません。ね、中国という国を日本は開拓してきたわけですよ。我々の先人がね、中国人をね、なでなでとしてきたわけですよ。その結果今ね、反日国家になりました、ね、日本に恩もクソもないね、このような支那共産党に対してね、何が何でも糾弾します、ね、この我々のこの活動を日本全国に展開していきます。日本全国に展開してね、支那共産党のやっていること、悪行の全てをね、インターネット情報社会で全て洗いざらいにして、ポスティングなりデモ行進なり街頭演説なりしましてね、支那共産党という党はこんな党やぞと、中華人民共和国という国はこのような国やぞと、ね、もっと言えば韓国という国はこのようなことをしとんねんぞと、ね、アメリカという国もそうですよ、ね、ちょっとアメリカまでやめときますけども、いろいろとあります。日本に、ね、矢を向けてる国があります。このような国を糾弾するために我々が立ち上がり抗議をして、日本政府を動かそうかなとこのように考えております、ね、皆さん分かってくださいよ。尖閣諸島ね、覚えてくださいよ。尖閣諸島、ね、尖閣諸島ですよ。日本国固有の領土ですよ、ね、日本人平和ボケしとったらあきまへんで、ね、立ち上がってください。我々には大和魂があります、ね、大和魂をね、もう一度ね、呼び起こそうじゃありませんか、ね、よろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。
大きい声で、申し訳ありませんでした。この中国という反日国家、反日組織、あらゆる反日組織のね、政治持ち、プロパガンダの、構図であります。ここの連中が本気で日本を取ろうとしている限り、この活動を終えるわけにはいきません。定期的にやっていきますので、皆さん、この中国共産党反日委員会、こちらの活動、ぜひご支持のほどよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとね、最後にね、ちょっと告知をさせてもらいます。告知ね、皆さんちょっと聞いてくださいね。11月の10日です。11月の10日に対馬のヨゴスナというね、デモを開催します。この大阪でやります。愛国行事会主催であります。対馬というところね、長崎県にあるんですけども、ここはね、ここも日本国固有の領土であります。ところが今ね、韓国の人間が、韓国人が対馬にね、政府認定といいますか、韓国がね、対馬に、旅行のツアーを組んでおります。で、韓国人観光客というのがね、対馬には実のところ8割9割がね、韓国人観光客でね、にぎわっとるんですよ。で、対馬にとってはいいことなんですけども、この日本にとってはね、非常に悪い方向に行ってるんです。で、対馬をまず汚しております。そして対馬のところでね、いろんな、国の人がね、密航しております。ね、対馬というね、人口の少ない穴穏やかな島にパチンコ屋が業産点在しております。このような現実をね、うちの協議会のメンバーが見てきまして、あ、これではいけないと、ね、対馬を守りましょうよということで、対馬をね、汚すなというようなデモを開催しますので、よろしくお願いします。11月の10日です。詳細は後ほどまたツイッター等で報告しますので、よろしくお願いします。そしてですね、来月の第4日曜日11月24日滋賀共産党を潰せ第4弾です。大阪で第4回目やります。そしてね、なんとね、11月の24日第4日曜日、関西と関東と同時開催となりました。関東の方でも同じようにやることが決定しました。ね、関東の方が今組織力上がってきております。関東の方が今中間会の活動大きくなっております。会員もね、かなり集まってきました。この勢いでね、やりますんで、11月の24日大阪では新町北公園集合という形になると思います。また詳細は協議会のホームページあるいはツイッター等でね、報告していきますんで。で、関東の方は、東京のね、銀座をね、練り歩くらしいです。ね、僕は東京の方に行ってね、ちょっとお邪魔して、関東の方にね、挨拶しようと思ってますんで、関西、関東同時開催でね、滋賀共産党、中華人民共和国に文句言うだろうかというようなデモをしますんで、どうも皆さん、参加の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。続きちょっと僕からも告知の方させていただきます。10月26日、土曜日、今話題の日韓国交断絶デモを開催します。こちらはですね、大阪と東京同時開催となっております。まあ、各国のですね、立派な何て言われないか立派な反日国ですよ。立派な反日国です。ここのね、韓国と、中国検索してプロパガンダを垂れ流している以上、手を止めるわけにはいきません。今ですね、この韓国の、現大統領パク・クネが、ね、やめてくる気だと、ね、日韓断交やめてくる気だと言っております。じゃあやりましょうということで、日韓断交でも開催します。10月26日です。ちょっとだけね、触れておきましょうか。この国交ですか、まあ、地球に存在しない島なんですけれども、竹島、これがですね、韓国領というのがいかに恥ずかしい、奇妙な話題の話かというのもですね、その外戦の時に、お伝えします。これもちょっと参りましょうか。国交というのはですね、八郎宗という、朝鮮戦争の、地図をもとに主張しておるわけですが、仏領島の横にですね、西側に釜山島という島がございます。その釜山島こそ独島やと言うとるんですけれどもね、この釜山島とね、竹島の位置、もう分かっておられる方はこの時点でおかしいと気づかれると思います。
物流を通さない西側の担当が竹島は東側にあるんですよ。これをね、無理やり国土は我が領土言うとるのが、こんな政治的な監督なんですよ。こんなやつで、ね、島から島にね、どこや人が引っ越したってありますよ。島がね、海側と渡ってこれがどこへ行くんですよ、こちら、ね、これは何かというと、ひょっこり東端島と申します。国土でも竹島でもございません。ひょっこり東端島を指さして一生懸命無理の領土言うとるんですよ、ね、こんなバカはね、もう国土いりません。必要ないんですよ。国交というのは、ただのね、領事館やとか、そういうのをね、据え置くだけの話なんで、こんな奴らのね、プロパガンダも断ち切りましょう。ということで、日本全国で、日韓断交でも開催しております。この大阪、10月26日土曜日です。皆さんよろしくお願いします。すいません、ちょっと言い込みました。もう一つ告知ありました。あのですね、10月の25日にね、大阪のね、L 大阪という建物にね、なんや知らんけどね、韓国人のね、売春婦が来てるらしいですよ。ね、ハルモニと呼ばれてるね、元従軍ヤーブですか、の方が来てね、私たちは日本軍、日本国にね、責任と賠償と保証してくださいというようなね、訴えをしに来るらしいです。ね、これをね、許しちゃダメなんですよ。従軍や強制連行、このようなことはございません。で、これを正当化して、反日日本人と共に立ち上がってね、この日本軍からね、金をむしり取るんですよ。このような奴らがね、また日本に来て政治活動します。ね、絶対に許しちゃダメですよ。ね、ハルモニなんか許しちゃダメですよ。ね、我々日本人、日本軍がね、当たり前のことをやってきたこの史実をね、嘘ばっかりついてるね、嘘つき従軍ヤーフ、こいつらが日本に来てね、10月25日大阪で政治活動をやりまして、ね、皆さん聞いてくださいよ。ぜひともカウンター行きましょう。なでしこアクションが、主催で、カウンター行動を起こします。17時にね、集合してください、時間のある方はね、10月25日金曜日ですかね、平日なんですけども、ぜひともね、日本人の声をね、上げましょうよ。よろしくお願いします。ごめん、以上で告知等も終わります。来月も、中国共産党幹事委員会、活動を続けてまいります。来月に関わるんですね、この中国という、国の反日プロパガンダ、わけのわからんね、道義も道理も理屈もない、根拠もないような反日プロパガンダがある以上、この活動は終えるわけにはいきません。この中国共産党幹事委員会、ぜひともご認識のほどよろしくお願いいたします。すいません、多分おとぶに大きい声で失礼しました。ありがとうございました。
様じゃないですか。逆でね、できなかったんですよ、見ないから。なんでそれが、受け入れ目が出てるI'm sorry.